どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルとラスベガスのね、噴水の有名であるベラージオホテルってありますよね。あちらのグループである MGM グループ、こちらが2023年にね、長期ライセンス契約っていうのを発表したんですよね。で、去年ね、運用開始になる予定だったんですけども、ハッカーのね、大規模攻撃かなんかで、こちらね、一回延期になって、2024年になったらですね、開始になるっていうね、話だったんですけども、まあなかなかね、開始の話がなく、ずっと来てたわけなんですけども、今回ですね、新たにね、情報が発表されまして、マリオットボンボイのね、ステータス特典、こちらが、このね、MGM グループでどういった感じで利用することができるのかっていうのがですね、発表ありましたので、本日はね、このステータス特典の解説と、またね、よくある質問みたいなのも発表されておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、2023年ね、非常に大きなね、発表だったと私は思っているんですけども、あんまりですかね。あんまり反響はね、なかったかもしれないんですけども、まあ私個人的にはですね、私ラスベガスね、行ったことないですし、このね、ベラージオホテルの噴水のショーとかもね、見たことがないので、まあいつか行きたいな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、このね、ベラージオホテルがですね、マリオットボンボイにね、参加するということで、まあどういった感じでね、ステータス使えるのか、またね、ポイントとかね、無料宿泊とかね、使えるのかな、なんていうふうにね、思っていたわけなんですけども、まあここら辺がね、発表になりましたということで、まあ、そんなにね、反響がなかったので、知りたい方そんな多くないかもしれないんですけども、個人的にはね、結構ね、大きなニュースということで、まあ、気になる方ね、中にはいらっしゃると思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、こちらがね、前回、発表された時のね、プレスリリースになってるわけなんですけども、マリオットインターナショナルと MGM リゾートインターナショナルは長期ライセンス契約っていう風になりまして、マリオットボンボイとの MGM コレクション作成発表っていった形でね、こちら2023年の7月の17日にね、発表されておりまして、2023年10月に開始になるみたいなね、そんな当初の発表だったわけなんですけども、大規模ハッカー攻撃にね、この MGM グループの方がまあ食らって、で、結局ね、こちら、昨年内のね、運用を開始にすることができなくて、2024年以降にですね、開始になるっていうことが前回ね、発表されてたんですよね。で、今回ですね、ステータス特典であったり、まあその他ね、細かい部分がね、発表になったわけなんですけども、2024年の1月の初頭っていうのはね、まだ変わってないんですよね。こちらね、よくある質問でね、記載されてるんですけども、マリオットインターナショナルと MGM リゾートの契約はいつから開始になりますかということで、2024年の初頭までにということで、今月に開始になるのか、来月に開始になるのか、3月開始になるのかっていうのは、現時点では分かっておりません。何月何日に始まるみたいなね。まあそういったのはね、まだ記載されてないんですよね。まあ一応初頭っていう話ですので、まあ今月か来月かぐらいにはね、開始になるのではないかっていうふうにね、個人的には思っているんですけども、まだね、日付は発表されていないっていうふうになります。で、今回ですね、この MGM グループがですね、マリオットボンボイと長期ライセンス契約ということで、今後ね、マリオットボンボイのアプリとかウェブサイトとかですね、この MGM グループのベラジオホテルとかもね、予約することができるんですけども、まあ、どういった感じのね、ホテルが、今回のこのね、長期ライセンスに参加するかっていう話なんですけども、こちらがね、一番有名どころということで、ベラージオリゾート&カジノ。こちらがベラージオですね。噴水のある。こちらがラグジュアリーコレクション。アリアリゾート&カジノオートグラフコレクション、パーク MGM ラスベガストリビュートポートフォリオ、ラスベガスコスモポリタンオートグラフコレクションということで、まあこういった形でですね、マリオットボンボイに参加いたします。で、これ以外にもですね、このラスベガス以外のね、この MGM コレクションのね、ホテルっていうのが、まあ今回ね、参加になるっていう風になりますんで、まあ気になる方はですね、こちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、こちらね、このホテルがね、今回参加するっていう風になるわけなんですけども、参加しないホテルもね、あるっていう風になりまして、それがね、こちらに記載がありまして、米国の MGM リゾートの、ほとんどのホテルはマリオットインターナショナルと関係の一部になりますが、一部のホテルはそうではありませんということで、デナロラスベガス、ノバドラスベガス、フォーシーズンズラスベガス、MGM リゾートによるエンパイアシティカジノ、MGM ノースフィールドパーク、MGM リゾートに関する国際的なプロパリーは、マリオットインターナショナルとの関係には参加いたしませんということで、こちらにね、記載されているホテルに関しては、今回のね、長期ライセンス契約には、入っていないっていう風になるんですよね。こちらちょっとややこしいですけれども、マリオットボンボイのね、サイトで今後ね、予約することができるようになるっていう風になりますんで、サイトに表示されてればね、利用することができるみたいな、そういった感じでね、認識しといていただければね、いいのではないのかなと思います。で、こちらね、マリオットボンボイ会員は参加している MGM リゾートのマリオットボンボイポイントの予約と獲得開始ができるのはいつですかということで、こちらね、2024年初頭に完了するっていう風になっておりまして、マリオットボンボイ会員は規約に従って MGM コレクションのマリオットボンボイポイントを予約し、獲得し、交換することができるっていう風になりますんで、今回参加するね、こういったところでも、ポイントを獲得することができますし、こちらでね、ポイント予約みたいなのも、利用することができるっていう風になるんですよね。で、ここでですね、ステータス特典をね、ちょっとここで紹介させていただきたいなと思うんですけども、こちらはね、マリオットボンボイの、ステータス持っている方が利用することができる特典っていう風になります。もちろんね、マリオットボンボイのウェブサイト、アプリでね、この予約しないと利用することができないわけなんですけども、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーということで、私はね、プラチナエリートっていう風になりますんで、プラチナでね、見ていきたいなと思うんですけども、ポイントの獲得ですね、客室料金、客室ダイニング、ミニバーナーの購入、対象となる試合でマリオットボンボイをポイントを獲得することができます。で、ポイントボーナスですね。ボーナスポイントもステータス特典のね、プラチナステータスの場合 50% で利用することができますけれども、こちらもね、利用することができます。で、ウェルカムギフトということで、プラチナステータスの場合は、1000ポイントがね、獲得することができる。もしくは、1泊あたり15ドルのフード&クレジットですね、利用することができる。こちらチョイスっていう風になります。で、アップグレードもね、利用することができて、優先チェックインライン。これね、ちょっと後でね、説明しますけども、こういった特典も利用することができて、無料のチェックアウトですね、レイトチェックアウトも午後2時まで利用することができます。こちらね、プラチナステータスで利用できるのは、これだけっていう風になります。そうなんですよ。朝食もつかないですし、残念ながらラウンジもね、書いてないっていう風になりますんで、どちらもね、こちらは利用することができないっていう風になるんですよね。で、こちらチタンアンバサダーっていう風に、ステータスね、特典増えていくわけなんですけども、残念ながらですね、アンバサダーになったとしても、朝食もつかないですし、ラウンジも利用することができない。ラウンジ自体があるのかどうかちょっと私は存じませんけども、利用することができないっていう風になるんですよね。アンバサダーになるとですね、このリゾート料金免除、やはりね、こちらラスベガスということで、マリオットボンボイのホテルはですね、基本的にリゾート料金がかかりますよね。海外の場合で、有名都市ニューヨークとかハワイとかね、利用していただくと、このリゾート料金っていうのが、ポイント宿泊でもかかってくるっていう風になるわけなんですけども、このね、アンバサダーステータスになると、ラスベガスのね、MGM コレクションで利用した時に、リゾート料金免除がね、利用することができるっていう風になるんですよね。これね、マリオットボンボイ全体でね、プラチナぐらいからちょっと入れてほしいですよね。それ以外にはですね、アーリーチェックインであったり、スイート、あと毎晩のアップグレード特典必要ありません。これ多分ナイトリアップグレードのことを言ってるんだと思うんですけれども、スイートのアップグレードがあったりですね、あとはね、こういったのが利用することができるっていう風になるわけなんですけども、ほとんどがアンバサダーっていう風になりますんで、プラチナチタンの方はですね、大した特典はね、利用することができないっていう風になるんですよね。一番残念なのはですね、やはりね、朝食。ラウンジはね、しょうがないかなとかね、思ってたんですけども、朝食は利用させて欲しかったなっていうところですよね。ですので、15ドルのフード&クレジットね、選択することができますけども、15ドルでね、朝食の賄うっていうのはね、相当厳しいと思いますので、この点はね、ちょっと残念ですよね。せめてね、朝食は入れてほしいなっていうのと、リゾート料金免除ね。こちらもね、プラチナぐらいからね、入れていただけるとね、非常に嬉しかった部分ではあるんですけども、こちらもね、アンバサダー以上じゃないとね、利用することができないっていう風になるんですよね。こういった感じになっておりまして、こちら、概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。で、よくある質問の方にね、戻りたいと思うんですけども、ちょっと重要な部分だけね、話していきたいなと思います。マリオットボンボイの、ナイトリーアップグレードアワーは利用できますかということで、プラチナステータス以上ね、宿泊実績で、なった方は、ナイトリーアップグレードアワード、前のね、スイートライトアワードを持ってる方いらっしゃると思うんですけども、現時点ではナイトリーアップグレードアワードは、引き換えることができませんということで、残念ながらですね、この MGM では、ナイトリーアップグレードを利用することができないっていう風になります。私は、プラチナチタアンバサダーエリートのマリオネットバンボイ会員で、優先チェックインラインの特典にアクセスできます。この特典はどのように使用しますかということで、MGM コレクションに、的確滞在に到着すると、フロントデスクに、優先チェックインラインと、マリオネットバンボイプラチナエリート、チタンエリート、アンバサダーエリート層で、資格があるかを示す、標識が表示されますということで、これは優先チェックインっていうことですね。はい。まあ、プラチナ、チタン、アンバサダーの方が、利用することができるっていうふうになる感じですね。で、次にポイントの獲得なんですけども、マリオットボンボイ会員が、MGM コレクションで、利用した場合、1ドルあたり何ポイント、マリオットボンボイポイント獲得できますかということで、こちらはね、1ドルごとに10マリオットボンボイポイントがね、獲得することができるっていう風になります。最近ね、いろんなところでね、1ドルあたりね、5ポイントに下がってるね、ブランドだったりね、しますけども、この MGM に関しては1ドル米ごとに10ポイントね、獲得することができるっていう風になりますんで、こちらはいいですね。マリオットボンボイの MGM コレクションでの適格料金は、アンバサダーの年間支出要件にカウントされますかということで、こちらはね、されるっていう風になりますんで、アンバサダーね、目指してる方で、ラスベガスね、合流されたいっていう方は、こちらね、支出カウントにね、入るっていう風になりますんで、これはいいですね。で、次ですね、マリオットボンボイホテルで、的確滞在で、マリオットボンボイエリートステータスのエリートナイトクレジットを獲得できますかということで、まあ、こちら宿泊実績になるわけなんですけども、まあ、こちらもね、MGM コレクションで1泊していただければ、1泊ごとにね、マリオットボンボイステータスに対して、1エリートナイトクレジットを受け取りますっていう風になりますんで、こちらね、MGM グループで宿泊しても、1泊でね、1滞在もらえるっていう風になりますんで、こちらも大丈夫そうですね。ポイントのね、交換レートなんですけども、まあ、交換する方ほとんどいないと思うんですけども、一応ね、このマリオットボンボイポイントと、この MGM リワードポイントっていうのは、まあ、変更できるっていう風になりまして、8対10で交換できるんですかね。で、1回の取引に最低1000マリオットボンボイポイントで年間3万マリオットボンボイポイントが交換できるみたいですね。まあちょっとね、私はこの MGM リワードポイントっていうのはね、使ったことがないので、どのぐらいお得に利用することができるのか、このレートがどんだけいいのかっていうのはちょっと存じ上げないんですけども、一応ね、こういうこともできるっていう風になるんですよね。で、MGM コレクション、的確滞在とポイントはいつ加算されますかということで、こちらは滞在完了後10日以内にポイントとエリートナイトクレジットを受け取りますということで、10日以内になりますんで、結構時間かかるっぽいですね。で、次ですね、マリオットボンボイホテル、マリオットボンボイフリーナイトアワードを MGM コレクションで利用することができますかということで、マリオットアメックスプレミアムカードの年間150万円使っていただいて、更新していただくとね、一括5万ポイントのね、無料宿泊特典もらえるわけなんですけども、こちらはいということで、利用することができるっていう風になりますんで、まあおそらくね、ベラージオはね、ラグジュアリーコレクションにね、属するっていう風になりますんで、まあ6万5000ポイントじゃね、宿泊できないと思うんですけども、一応ね、無料宿泊特典でね、利用することができるっていうのはね、非常にいいですね。で、またね、この MGM コレクションでは、ポイントと現金のね、併用っていうのが、キャッシュ&ポイントっていうのがね、マリオットボンボイには支払い方法としてあるんですけども、そちらはね、利用することができないみたいですね。マリオットボンボイ会員は MGM コレクションでアワードの滞在時のリゾート料金に支払いますかということで、先ほども話した通りですね、このね、MGM グループのホテルはですね、リゾート料金がかかるっていう風になりますんで、アンバサダーじゃない限りですね、こちら、免除されないっていう風になりますんで、ポイントとかね、無料宿泊特典で、この MGM グループね、利用した場合も、リゾート料金ね、1泊何ドルぐらいの設定なんだろうな。まあ多分30とか50だとね、もう下手すればもうちょっと高いかもしれないんですけども、まあこちらね、支払いが必要になるっていう風になりますんで、この点はね、注意が必要ですね。マリオットボンボイポイントで、MGM コレクションのスイートルームのアップグレードは交換できますかということで、現時点ではこちらね、利用することがね、できないっていう風になるんですよね。こういった感じでね、発表されておりますよね。このステータス特典と、今回ね、よくある質問ということで、表示されているわけなんですけども、こちらね、2024年の12月の31日まで一応ね、有効の規約みたいなんですよね。ですので、今年の12月31日までにこちらは利用することができるんですけれども、2025年1月1日以降はですね、どういった感じでこのね、ステータス特典等々が利用することができるのかっていうのはですね、今現時点ではね、分かってないっていう風になりますんで、発表されたのに年内でね、こちら、一度変わるみたいなんですよね。ですので、もしね、今後こちら利用しようと思っている方は、2024年のね、12月31日までに本日話した内容ね、変わる可能性があるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。はい、ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルと MGM リゾートですね、とうとうね、詳細が出ましたので解説ね、させていただいたわけなんですけれども、2024年初頭ということで、今月なのか来月なのか、再来月なのかわかんないですけども、まあ3月ぐらいまでにはね、さすがに開始になると思いますので、まあどういった感じでね、利用することができるのかね、実際ね、ちょっと楽しみですよね。ラスベガスね、私もね、行ったことがないので、ちょっと利用してみたい部分はあるんですけども、今のところはね、ちょっと予定はないんですよね。もしね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ここでね、ポイント宿泊とか無料宿泊とかね、利用することができるっていう風になりますんで、選択肢が増えるという意味ではね、かなりいいですよね。ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスの付帯クレカのおすすめ、PP 診断、あとポイントサイトの診断、あとね、マイルの診断、まあ、どのマイル貯めればいいんだっていうところですよね。まあ、こういったのをね、こちらから、無料でね、診断、コンテンツね、用意しておりますので、気になる方はぜひね、こちらチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。